まずはアイナさんにリメイクキットを渡したのも。めっちゃゆっくり歩くな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はちょっとタヌキチが説明しよったリメイクについてのワークショップが案内所で開かれとるらしいけん、それを聞きに行きます。お邪魔しまーす。あ、どうもどうも。アイナさん、どうもどうも。今日の放送でもお知らせしたけど、この度新しくリメイク体験のワークショップをスタートしたんだもん。リメイクをマスターしたら DIY がもっと楽しくなると思うから、ぜひ参加してちょうだいね。参加します。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。DIY ワークショップのこと。お、アイナさん、リメイクを体験してみるだろう？やってみます。はいはい。じゃあ早速始めるだろう。てかあれは？リサとカイゾウくんは現れんのかな？この島には。それじゃあリメイクのやり方をざっくりと説明するだろう。とは言ってもやり方はとっても簡単。リメイクしたいものとリメイクキットっていう材料を必要な数だけ準備して、作業台でリメイクするだけ。あっという間に好みの色やデザインにイメチェンできるだろうも。まあとにかく、実際にやってみた方が早いから、早速体験を始めるだろうも。今回のワークショップの課題は、木製クローゼットの制作&リメイクです。今回作るクローゼットやタンス、それからチェストみたいな衣服をしまう用途の家具は、お家に収納してある衣服を選んで簡単に着替えができる、とっても役立つ家具なんだもん。あ、何？服だけ？手作りの木製クローゼットを自分好みのカラーにリメイクして、それを使ってお家でファッションショー。これぞアイナ島ならではのハッピーライフなんだもん。おっと、まずは木製クローゼットのレシピを送らないとね。やった、新しいレシピ。ありがとう。オッケーなんだもん。というわけで、まずは木製クローゼットを用意したら、もう一度僕に声をかけてちょうだい。木製クローゼット。ってことはやっぱりまた、木材が必要になるってことかな。DIY する。これか。木製クローゼット。作ります。木材ぴったりや。木製クローゼットができた。んで？はい、作ったよ。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。DIY ワークショップのこと？でいいんかな。お、アイナさん、木製クローゼットの準備ができたんだろうね。それじゃあいよいよリメイク体験を始めるだろうも。必要なリメイクキットは直前に渡すから、まずは作業台に向かってちょうだい。ふんふん、はい。さて、木製クローゼットの準備はバッチリできてるみたいだろうね。それじゃあいよいよリメイク体験を始めるだろうも。まずはアイナさんにリメイクキットを渡すだろうも。めっちゃゆっくり歩くな。なんか可愛い箱を。そしたら木製クローゼットを取り出してリメイクを体験してみるだろうも。木製クローゼット。なにこれ？あ、ここで色が選べるんや。ライトウッド、ホワイトウッド、チェリーウッド、ダークウッド、ブラック、グリーン、ブルー、ピンクウッド。ピンクウッドがいい。はい、これ。かわいい。リメイクする。ペンキで塗り寄るってことかな。木製クローゼットのリメイクができた。うんうん、完璧だなも。このリメイクキットっていうのはクレラン。こんな風にリメイクできるものとリメイクキットさえあれば、作業台で簡単にリメイクできちゃうんだもん。今日のリメイクキットの余りはそのままお土産でプレゼントするから、また自分でもリメイクしてみてちょうだい。足りなくなった時はお店に行けば、この体験会の終了者の方は、リメイクキットを購入いただけるからね。なくなるものなんやね。なるほど。ちなみに、リメイクっていうのは基本的に DIY で手作りした家具や雑貨に対してするものだけど、お店で売ってるような市販の家具の中にも、生地やマイデザインを貼り替える軽いリメイクができるものがあるだろうも。リメイクできるものを見つけるのも、ちょっとした楽しみ方の一つだもんね。ということで、リメイク体験会は終了です。自分色に染めた木製クローゼットで、おうちファッションショーを楽しんでね。それじゃあ、お疲れ様でした、だろうも。やったね、可愛くなった。お、木の枝と鉄鉱石。もらっていきます。さて、これで、ああ、もうあれか。なんか売れるものはあるかな。とりあえず、ヒヤシンス。
コルクフル、ちょ、待って。家の中に物を収納しておこう、いろいろとまた。必要な時に取り出すわ。よし、ってことで、どうしよっか、タンス。なんか、ね、鏡の横に置きたい感じするよね。するよね。ってことで、とりあえず、これちょっとのっけて、これなんやっけ、冷やしんすか。ちょ、こっちの方置いて、あれ、この上に置けるね。オッケー。オッケーオッケー。んーで、ちょっとこれ、収納して、で、この、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、この帽子を、帽子をどうしよう。ちょ。この帽子を、この辺に、あ、邪魔やね。めっちゃ邪魔やね。この辺に置いて、あ、いいいいいい。それで、とりあえず、タンスが一番端の方がいいかな。あ、で、収納じゃなくて、収納じゃなくてポケット?ポケットから、木製クローゼット。あ、思ったよりでかかった。思ったより全然でかかった。こんな感じか?もうちょい。あ、これで、これで、この帽子を、このあたりに。あ、良きじゃない?良きじゃない?うん、いい感じ、いい感じ。私的には。ベッドを変えたいんよね。けど多分ベッドとかは、なかったんよね。なかったんすよね。はい、これで。いや、ピンクの木製クローゼットかわいい。いいね、これ。この一角ちょっと好きよ、私。さあ、それで、ちょっと、いろいろとしまい込んで。まとめてしまうことはできないのか。この辺、またね、必要な時になったら引き出してくるから。全部、しまっていきます。はい、オッケー。あ、これもか。とりあえずこれで、ちょ、買い物行ってくる、私。さあ、たぬき商店へ。ちょ、しまっとこ。なんかの拍子で壊れそうな気がする。どうもー。何か欲しいものは。ウェルカム。これ結婚式のとかやねん。特にないな。こっちは?戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。こっち側。イエローハートの壁紙かわいいんよな。じゃ、これにしよっかな。買います。もうなんか早速全然、マイルで交換したものじゃなくなるけど。これに変えてこよう。今の床にはこっちの方が合う気がする。ちょ、家具は、特に欲しいなと思うものが、なかったけど、壁紙を。いや、なんかね、私、この床を買った時にはめっちゃ合うやろうと思って買ったんやけど、なんか設置してみたら、思ったよりちょっと壁が薄すぎたような気が。イエローハートの壁紙。ほら、絶対こっちの方がいい。え、めっちゃいい。なんか超、めっちゃポップな感じになったことない。なんかこの一角だけ見たら、すごい女の子って感じ。
ただこっちの一角見たら超キャンプなんよね。雰囲気を統一したいです。だけどもっともっと可愛いベッドとかいろいろと揃えていきたい私は。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこれで、まあ、あの木製ウッド系、木製ウッド、なんかキーキーやな両方。あれは全部ちょっとピンク系にしたら可愛いなっていうのがね、ちょっと揃えていきたい。